皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パンクリエイター高橋貴子です。本日はこちらの方法をご紹介です。じゃん、糖質制限食ハンドブックということでですね、こちらの方は早見表みたいになっているのでとても見ていくのに便利なんですよね。こういう感じで、はい、何がどれぐらいでとかっていうことで、私がですね主にパンのレシピを作るときにこんな材料入れたいなと思ったときにどれぐらい糖質があるのっていうので、まあ、もちろんなるべく少ないものは選ぶんですけれども、まあ、多少はね大丈夫かなっていう人、まあ、めちゃめちゃ厳密っていうよりはちょっと多少は大丈夫みたいな人を私の教室の場合には中心にして私がレシピ提供しているので、まあ、これぐらいなら OK かなっていう食材は味のために使ったりとかしてます、はい、ですのでこれはそういう意味でハンディタイプでどうかしらっていうのをサクッと見ていくのにはすごく分かりやすい。飲み物とかもね話とかも載ってますし、あと食べ物とか、あとはですね調味料とか、こちらの方で体験会とかやると体験してもらったりとかしてるウスターソースとかですね、あとお好みソースとかトマトケチャップなんかもね結構人気だったりします。そんなのも載ってたりしますので、手元に置いて確認しながら作っていく食べていくっていう時にはおすすめの一冊だと思います。